はい、お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。えー、本日も生放送ですね。えー、こう、カレンダーを見ると、ね、もう12月入りまして、3日、今日ですね。えー、生放送、10日。で、次が17。ほんで、なんと24、31が木曜日なんですね。えー、で、これ聞いてみたところ、 あのなんていうんですか録音とかじゃなしに31まではもうあの開けるというラジキスさん開けてるということなんで必然的に24日イブと31日大みそかはねえー、お疲れディオ生放送ということでねえー、やりますよええー、<coughs> ねさあええー、まあ2431なんかは えー、スペシャル感とか出していくんかなぁと思いきや多分一人で喋りますね。あのー、うん、そっちの方がやりやすいからね。えー、えー、まあね。あのー、いろいろね、ね、えー、ほんまに年末なりましたね。皆さんね。えー、師走ですよ。ねー。 ああ、ちょっと、こう、寒なってきたしね、えー、もう、もう山田ジャックはモコモコのセーター着ながら今、喋ってますけどね。あの、サブ帰りなんでね、うん。えー、今日、あの、そうですね、<laughs> そうそう、聞いて、もう、のんば払ったつうあの、ええー、ね、えー、バイクで寒い中、まあまあ、僕今日、 あの、先ほども言いましたけど、モコモコのセーター着てるんですよ。だいぶ分厚いっすわ。で、それに、えー、ダウン着てね。もうモコモコ。もう何もう、でかいよ。<laughs> あの、上半身。で、僕、バイク乗って、寒いからね、えー、着てるんですけども。あの、今日なんか予報でちょっとなんか、あ、夕方雨降るよ的なんがあったんかなあの、僕も、あの、 えー、狐の嫁入り的なやつ、ちょっとあのぶち当たってしまって、堺、えーえー、から泉知らへん走ってるときにね、ちょっとさーって、まあまあ小雨ですけど、あの天気はね、すごく明るい太陽とかもこう降り注いでるんやけども、その中雨がシャーって降ってくるみたいなね、えー、そんなに遭遇しまして、あー、濡れるなー思ってね。うん、で 泉市のね、えーその、まあまあ、シャーっと雨降って、それもやみました、すぐまあ、きつねの嫁入りやから、すぐやんだわ。で、またその26号線に向けてずっとこう、走ってたわけですよ。で、あのー、ね、信号、待ちあ、信号黄色やなと思って、止まって、信号待ちしとったら。 あの、<laughs> まあよ、よ、横の横断歩道と言いますか、そこにね、まあ、小学校、あ3年生ぐらいかな、ねあのー、その横断歩道の向こう側で信号待ちしてる子が男の子2人で、ランドセル背負ってね、で、言うたらこっち側、信号待ちしてるバイクの横の横,の横断歩道で待ってるのが、俺と並びで待ってるのが、 女の子二人組友達なんでしょうねうんでねなんやろうねえー、あのなんかこうおお面白いというかなんかこう「ブーターゲットトントントンブーターゲット」って何かよう分からんえー、それはそこの小学校で流行ってるオリジナル遊びなんかっていうブーターゲットって言ってねまあ ちょっとね、えー、雨も降ったから、あのー、みんな傘持っとるんですねほんならそのブーターゲットって言ったらその,でその傘でコンコンコンみたいな相づち打ってブーターゲットコンコンコンってその傘をね地面にこうコンコンってやってなん,かなんか楽しそうやなみたいな。 で、ね、その、それを言うたら、その、俺と並びの待ってる女の子らも、なんかちょっとこう、なんやろ、踊るって、踊るって言ったらおかしいけど、こう、ブーターゲットに合わせて、こう、パンパンパンって、その、手拍子するみたいな、なんか、な,なんかそのねち、地域密着型の遊びかなとか、それから逆に今流行ってるやつなんか、俺は知らんけどし、俺知らんやつや、思いながら、ね。 で、まあまあ、微笑ましく僕は、ニコニコ、その、ブーターゲットゲームを見てたんですよね。信号待ちの間。ならね、その向こう側の、その横断歩道を渡った向こう側の男子がね、ブーターゲット、コンコンコンってやってる傘をね、何や俺に、こう、なんていうの銃のように向け出したんですよ。<laughs> こう、銃のように。だこれ、なんていうの。 ほらなんか大阪のノリでバーンってやられたらうーってやらなあかんやつあるやんあ,あれをこう求められてんのかなー思うてもうなんていうのあーこれあれやな大阪あるあるでやらなあかんやつかなバーンってやってきたらうーってやったらなあかんのかなーと思ってね。 でブーターゲットコンコンコンでその傘を俺に向けてブーターゲットって言,う言ってもう信号も変わりかけですよほんならとうとう来たんですよその時がバーンって俺にやったんですよほんなら俺もねうーってこうやねっそらもうやるじゃないですかノリでうーってや,や,やったんですよねほんならね あまあまあその時に信号がパって青に変わったからまあちょうどううってやりながらもこうこうちょっと演技しながら撃たれたーいって思う思うこうやりながらバイクをこうブーッと走らしたらもうブータゲットの意味がわかったんですあのす <laughs> れ違いざまにブタゲットを言われた <laughs> 誰がブタじゃこら <laughs> なんじゃブータゲットって ブーターゲットだから俺傘で狙い撃ちされてるから俺こうなんかターゲットなんかなみたいなねそういう感じで僕は合わしとったらちゃうんですよブタゲット言われて誰がブタじゃん,おんま学校乗り込んでいったのかな思っておんまも腹立つわ思ってもうてせめてデブ言えよなんでブタ言われなあかんねんのなんでこんなガキにポケモン的なやつわからへんけど ブタゲット言われて、なんか、キャー言われて、くっそー思ってね、あの、バイクを走らせて、もう、もう、ほ、うんうんまにこいつら、どこの学校に乗り,乗り込んでいって、ほんま、こう、言うたよこ,こいつら言うたよ俺にブタってで言うたろっかな。ブタって言ったー言うてね、もう、こう、ほ、うんまに言うていったろうかな、ぐらいの、 腹が立ちながら、バイクを走らして、ねえ、来ましたけども、くっそー思ってね。何やねん、ブーターゲットって、ほんま。ブタゲットっていうことやったんか、思ってね。もう、<coughs> あの、あーまあ、12月し、入って、小学生にまでブタって呼ばれるか、思ってね。 こう腹立たしいわ思いてはんまあ、来たんですけどもほんならねあのー、まああのー、こうラジキシに着いたらね <laughs> あのー、まあこれ僕が癒やしいんですけどいつもね片山さんっていう、あのー、女の人がね「ジャックさん今日食べるもん何もないわごめんなー」言うてくれるんですよあのー、なんか僕いつもなんかラ,ラジキシのねこのなんていうかなこの 放送のブースの、ね、えー、ブースじゃないみんなが集まってる事務所みたいなとこがあってね。まずそこでこう、ね、人段落、こう、ちょっとこコ,コートというかダウン脱いでかけて、そこでこう、ホッとするみんなが溜まってるバーがあるんですけども、そこでね、よくね、こう、ちょうど僕が行く時間とかに、おやつの時間みたいな感じでね、 なんかこういい、いろいろ出してくれるんですよ。ケーキだとか、クッキーだとか、ほんで、なんやね、今やったら熱いお茶とかね、こう。それがまたい、ねいい、ほっこりする時間なんですよ。そ,それを食べながら、今日何喋ろうかなとか、こう考える時間なんですけども。あのー、もうそれ、僕、ちょっと当てにしてる時があって、ねえ。 たまに何もない時があるんですよね。あの、こう、お菓子とかそういうものが。僕ももう、パ,ボパブロフの犬状態でね、もうラジキシついたらなんかちょっとこう、 ほっこりするもん食べれるみたいなねあの呼ばれると思ってる,ってるからなかった時になんかもうちょっと顔に寂しそうな顔してるんでしょうね俺あ今日そのいつもおなんかこうクッキーとか置いてあるテーブルがあるんですけどそこを見つめてあ何もないわーいう顔をしてるんでしょうねない時はそれを不憫に思った片山さんがねい,いつも 「ジャックさんごめんな今日何もないわ」とか言うて、あのーねえー「アイスクリームやったあるよ」とかねいろいろこう気遣わせてしまってるんですねでそ,のそんな中今日もねあの、うん、豚言われてクッソー思ってきてほんなら「日ね、えー、あね、のー、ジャックさん、えー、焼き芋あるよ」言うてくれてね。<laughs> <laughs> 食べるーって <laughs> すぐ機嫌治る <coughs> すぐ機嫌治る <coughs> 食べます言うてねえ焼き芋と熱いお茶ねえもらえていもうねもう豚でー食べる <laughs> みたいな <laughs> ねえそんな感じでねほっこりさせてもらいましたけどもえー、<coughs> ねえあー まあそんなね、こんなで、えー、山田ジャックの師走は過ぎていきますわ。えー、ねえ今日も生放送ですから、ちょっとね、お便り来てるかどうか見ましょうかね。えーはい、はい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 。あ、えー、来てくれてますね。皆さん、あれですね、やっとね、ちょっと止まってた、更新止まってた、えーね、いつも YouTube の方に上げさせてもらってるんですけど、 あのお待たせしました。3週分かな。お待たせしましたね。やっとあ、えー、げれてるんで、ぜひね、えー、お聞きください。えー、はい。えー、おいが、おいが、これは違うやつやな。えー、<laughs> どっからがお疲れるよの、えー、返信なんか分からへん。僕、最近ね、あの、ツイッターを僕、見てないんですよ、うん。で、あの、告知だけのために使ってるんでね。 あのー、どっからがお疲れディオの、あのーね、あれかわからないですよね。あ、花毛のババアから来てますね。えー、今日も休みやから18時から聞いてるよ言ってね、えー。またこういう広がれへんね、やつくれるでしょ。<laughs> 聞いて聞、聞いてるよーって言われてもありがとうぐらいですもんね。えー、はい。連邦の白っぽいのさん、ありがとうございます。もう連邦の白っぽいのさんはね。 えー、お待たせしてますよ本当に YouTube でね聞いてくれてるんですね、うん、はいジャックさんお疲れ様です、えー、遅ればせながら聞くことが願ったあかなった焼肉屋さんのお話超特盛ライスで腹いっぱいめっちゃ笑いましたわ嬉しいな、えー、ランチでそこそこの値段って結構偉そうな焼肉屋さんなのでしょうねあ腹減ってきたってね えー、くれてますけどもねそそうそう焼き肉、あのーねえー、妹とおとんと行った時の話ですけども、あれ、ほぼね1ヶ月ぐらい前かな、そんな経ってへんか、まあ、だいぶあの遅ればせながら聞いてもらってね、えー、そうですねあの、たっかいたっかい焼肉屋さんね、えー、まあ、でも美味しかったですよ。うん、ね、えー えー、あバンチャンネルさんもいいねくれてますね、えー、カサディエル、えー、カサディエロさんもねピザ屋さんですね、えー、いいねくれてますねえー はい、ゼニポンマサーキー、ありがとう。ジャックさん、尿ス水、こんばんは。<laughs> ね、もう、尿送水、おらんって、もう毎回僕も言うことにしてますけどね。えー、M1 グランプリがどうとか、R1 グランプリがどうとかという季節になりましたね。 僕は面白い人は人によって違っていいし、なんかみんなが面白いやつやと決めるショーレースにはうんざりしています。もちろん生活に苦しい人をバカにするのはよくないけど、ってね、えー、くれてますね。<laughs> おっしゃる通りですね。僕もショーレースが大嫌いでね。あのー、もうこれ、結構ね、言い、言い続けてきた方なんですけどね。僕はショーレースに関心がないってね。 まあでも世の中がね、もう本当に芸人、芸人自体が m 1グランプリしかもう道がないと思ってる人たちがね、えー、あるんでね、もう僕なんかもうだから、ねあの、別にピン芸人やからって全員が R−1 目指してるわけじゃないしね、うん、ようこうね、ねなんかピン芸人しててね、いろんな、例えばスパワールドとかで喋っとっても、 1> えー、r 1グランプリ何回戦行きましたみたいなのがね、なんか、あのー、挨拶みたいになっててね、その何回戦行ったかで面白いか面白くないかをこう基準にするみたいな変な風潮がありまして、僕はめっちゃ嫌やったですね、うん、ねで、なんか今年から r 1グランプリが、あのー、なんか芸歴10年以上はモデられへんみたいになったんでね、ああ、よかった、思ってね、<laughs> もう。 その R1 にかけてる芸人さんはもう、ね悔しいんでしょうけども、僕はそういうなんか、あね出る権利をなくしてくれて、もうありがたい逆に。もうそんなんいらんわ、思ってね。えー、ほんまにそうですよね。面白い人は人によって違っていいですよ。本当にそう思います。はい。えー、尿ス水もいいにくれてますね。えー、 オギーもあれですね聞いててくれてんやな、えー、いいねくれてますね、えー、<laughs> いいねくれてますねいいねねくれてますねって言う,言うなんていうのちゃんとこうラジオの生放送でリブ返すのってすごいないどこまであれやねんってねえー、さあ、えー、今んとこあそうそうなんかあれやねえー、来てたねあっ そうもらってますもらってます花形くんですありがとうお疲れ様です今日は定時に仕事終われそうなのでラジオ聞けそうですえー、こないだ話されていたイベントの出演者ええー、こないだ話されていたイベントの出演者発表なんかも話,話してほしいのとラジオの方ではクリスマスに合わせてゲスト回も考えているのか 教えてください。えー、よろしくお願いします。えー、先ほども言いましたけど、クリスマス会、別に特に今のところは、あの、考えてないです。まあまあ、別に誰か読んでもいいんですけどね。えー、まあまあ、別にいいかなと思ってね、えー、いますよ。<laughs> ね、えー、っと、えー、そうですね、えー、この間話されていたイベントの出演者発表なんかも話してほしいとのことですね。えー、多分んこの間話してたっていうのは多分12月今月に、えー、行われる僕のね、えー、ライブ情報のことだと思うんですけども、えー、まず8日ねこれが、えー、竹内義和先生との TJ ブルースというね、えー イベントですね。えー、トークライブですね。えー、だからもうトークオンリーのね、えー、あの、イベントとなってますし、もう竹内、あの竹内先生がね、あの、まあ、アワーズルームでいろんなね、いろんなもう毎日のようにイベントやってはるじゃないですか。で、こう、<laughs> 竹内先生が、俺面白いな、この人正直やなと思うのがね、 まあ言たら、毎日、アワーズルームに行きゃ、竹内義和と会えるわけですよ、先生とね。ほんなら、もう、その、サイキック青年団という、まあ言うたら、カリスマ番組があったわけですよね。その、ラジオのね、人気番組。それの言うたら、パーソナリティであり、やっぱりこう、竹内義和とはやっぱりその、カリスマですよ。うん。で、あるね、えー、ファンの女性の人がね、言うたら、その、 サイキックの当時は、その、厚生年金会館だとか、そういう大ホールとかで、こう、昼夜マイングするような、そんな、言うたら、お客さんと、えー、演者との距離がすごく、ね、えー、遠いイベントでしか見れ合えなかった存在の竹内先生に、えー、ね、最近はアワーズルームに行ったら、小さな、ね、箱で、えー 演者とね、客、客の距離がね、えー、そうないところで会えることをね。まあ、喜び半分ね、その、また言わんでもええのに、そのお客さんが、うわ、もうね、あの時はもう先生との距離が遠かったけど、今こんなに近くなってね、値打ちないわーって <laughs>。値打ちないわー言われたらしいんですよ。 <laughs> ああもう不安心理ってそんなもんかって思いきやね。うん、でだからこそほんまにねあのもういつ行っても竹内先生に会えるみたいな状態やからそのアワーズルームの先生のイベントもそうね満員にはならないわけですよ今ね。でこれが不思議なもんでねその場所を変えて例えばロ,、えー、ロフトプラスワンとか、まあ、東京のロフトプラスワンとかそういうね 違うところで、だから普段、普段会えないところでのイベントをやると、やっぱり竹内義和ってお,お客さんがバーン入るわけですよ。うん。<laughs> それはね、あの、山田ジャックにも共通してて、家で、あのー、ね、えー、お、お <laughs> あの大阪でいつでも見れるわと思ってるからか知らんけどあんまり満杯になれへんねんけど東京のロフトプラスワンとかのねイベントやったらねバーンって満杯になるんですよねうんえそういうなことが起きてましてで嬉しかったのが竹内先生がね、えー、そのいろんなアワーズルームで定期的なイベントいっぱいあるんですけどもそういう他のね えー、場所を変えたらあの場所を変えて持っていきたい、えー、それだけね、えー、お客さんが来るであろう、えーね、そういうあのイベントがね「アワーズルーム」のイベントの中でも、えー、あの墨田弁護士、ねえー、あのい,るいるじゃないですかあの元漫才師のね、えー、墨田弁護士とやってる、えー、竹内先生とやってる。 えー、イベントとでもう一個がジャックとややっっってててる TJ ブルースやって言うてくれはったんですよこのね、えー、定期的にやってる2つのイベントはあのー、他の場所に持って行っても絶対跳ねるんちゃうか言うてねあの,あの先生が言うてくれてるっていうのがね嬉しくてね、うん、まあちょっとねコロナとか収まったらこう東京とかねいろんなちょっと大きい会場でバーンってねうあのー。 工業ね、えー、ライブ売ったりしようやいう話は出てるんですけどもあのー、まあまあコロナ禍っていうのもね、まあ、第3波とか言うてますしねそんなんがある,あるんでまあ多分ね、えー、今度その8日の日、えー、いつも水曜日なんですけど今回はちょっとね1日ずれて12月8日、えー、火曜日にあるんですけども。えー これはだからね、本当にディス、あの、心配せんでも、あの、お客さんあんまり来ないですから、あの、ディスタンス保ちながらできる、あの、ね、そんな中やけども、もう僕と先生は、そんな中でももう、全力のトークしますからね、えー、もう、これは言われへんで、こんなん、ほんまに、このね、令和2年に、 こんなん言ったらあかんやろっていうような、もうおっさん二人がね、もう捨て身の <laughs>、もう捨て身のトークですよ。え、これやってますんで、ぜひぜひ、え、19時半から、え、ね、tj ブルースっていうのをね、え、聞いて、あの、聞きに来てくれたらいいんじゃないのかなと思っています。あとですね、今月はまだありまして、え、13日。これが、なんかちょっとあれかな。もしかしたら、 えー、一番盛り上がるんかなちょっとわからないですけどもあのー、ね他の、えー、イコラジオのね泉佐野のイコラジオの方でやってるサキソン・ジャックの噂のラジオっていうのがねこれがねなんかすごくねなんか名古屋中心になんか流行ってるらしくてね、あのー、すごくこうなんかお便りくれあのー。 ラジオをやっててお便りがすごく来るっていうことは、多分そんだけリスナーがいてはるんやと思うんですけども、ありがたいことにね、結構跳ねてるんじゃないのかっていうね。で、のイコラジオの方でもね、なんかこう、月曜から土曜日までこう全放送がありますよね。その中でなんかこう、あの、一番視聴回数、なパソコンの、なんかネットでわかるんでしょうね。 えー、人気番組が日曜日に再放送されるんですよね。えー、再,再放送ぐらいされるんかなそれにね、いつもね、うわさのラジオは入ってくるんですよ。だからそれぐらいなんかみんな聞いてくれてんねんなと思ってね。うん、あのー、アーカイブがないんでね、なかなかその,その時間に聞かな、聞かれへんラジオなんで、えー、なかなかタイミング合わせにくいね、人は。 えー、もったいないなと思ってるすごくあのー、ね、えー、跳ねてるこれからも跳ねるであろうみたいなちょっとこうなんかやっててねあれ盛り上がってくるんちゃうかなっていうような予感がするラジオですねこれは噂のラジオうん本当にサキソンの頭の回転がすごくてこんなすごいなんかあのー、ねパーソナリティすあのあんまりみ 知らんわっていうぐらいあのもう、ね、来年で僕芸歴30年なんですけど30年の俺がサキソンの頭の回転についていくのが必死やっていうぐらいね、えー、あの本気本気なあのラジオですねこれは。うんえー、これがあのね、えー、そのラジ,ラジオ、ね、ブースを飛び出して。 えー、12月13日日曜日、えー、これも「アワーズルーム、えー」夜の18時からお出かけといいますかね、えー、噂のイベントという名前でね、えー、オフ会というかそういうね、えー、イベントをします、えー、初の試みなんでね、えー、どういう風になるのかまあインターネットラジオですから。 ね、一応全国から聞いて増えてる人がいるんで、えー、まあまあまあでもそんなにそんな言うほどねイベンラジオを聞いててイベントに来るって言ったらかなりの,あのヘビーリスナーやからねこれもそんなにぎゅうぎゅうとかになる可能性はないと思うんで結構コロナ気にしてはる方はまあまあこれもあわずるむまあまあ広いんでねディスタンスあの気にしながら。 えー、ねすこれもやっぱりラジオの、えー、イベントなんで、えー、トーク中心のじっくりと話聞くにはいいイベントかなと思ってます、えー、そのラジオ内でね放送ではやっぱり言えない話こぼれ話とか、えー、いろいろ、えー、してみようかなと思ってますよ、うん、ねただあまりにもちょっとねリミッター切れすぎたら ラジ,オラジオからあまりにもイベントのギャップがありすぎたらお客さん引いてしまうんちゃうかなのでねそこ,そこをこう注意しながらやらなあかんな思ってるんですけども、えー、ここではね、えー、山田ジャックの、えー、今年歌い出した「ウミガメ、ね」えー、披露させてもらいます、はいえー、サキソンもアイドルなので、えーね、1曲ぐらいは歌ってくれるんじゃないでしょうか、うんえー、そういう。 濃い、えー、ね、あの、たっぷりと楽しめる、えー、イベントになってます、ということですね。あと、そうですね、18日ですね。えー、これは、えー、金曜日ですね。えー、今年最後の、ええー、ヤマダジャック主催のイベントは、えー、不思議なピーチパイっていうね。 えー、これはね、なぜか知らんけども、まあ、ったポンコツ、芸人で言うたら、そのポンコツっていう言葉が一番当てはまりやすいんかな、あね、そういう不思議ちゃん、もう不思議ちゃんって言わない、結構、あのーね、放送コードに引っかかるんで、あえて不思議なやつらという言い方をしてますけども。 あのーね、そういうやつらを集めて、えー、やるイベントなんですけども、あのー、これがね不思議なことに、えー、まあまあお客さんん入ってくれるんですよね、あのー、<laughs> まあまあですけどねそんなこれもでも,あのもう山田ジャックのこのコロナ禍でやるイベントはねあのディスタンスが保てますんでこれも皆さんあの気になさらずにお越しくださいね。 あのー、絶対、えー、お客さんとお客さんの距離は保てますんで、あのー、そこまで、ね、えー、いっぱいにはならないでしょうね。うん。これ、でこれの、えー、詳細は、実は12月18日なので、えー、3 2週、えー3、まあまあ、二週後でしょ。3週、2週後でしょ。実は、これね、うんと、まあまあ、初の試みで、 あのー、j さん18日のイベントに出たいですって言うてくれてる人を僕、ブッキングしてるんですよ。うん。あえて。なのでね、えー、一声、えー、ね、j あのー、快速マッスンっていうね、ちょっとこう、本当に、えー、不思議ちゃん、<laughs> 不思議ちゃんな快速マッスンがね、 えー、本当にこうな,なんかこの「不思議なピーチパイ」というイベントがね、えー、好きらしくて出たいんですってやっぱりそういう意気込みがある人を出てほしいなと思ってね、えー、ほなあのー、えみちゃんえみちゃんとか今言うても売れっ子ですよあのえみちゃんがね、あのー、この前ね、えー、10月は、えー、x ジャパンの都市としても、えーね、<laughs> 才能を発揮してくれた。 えみ、ーね、ちゃんがね「えみちゃんも、えー、ジャックさん出してもらえませんか?」っていうねことを言うてくれるしねああでねえ、ね、ですよで、えー、いつもね身延、えー、美智子を言うてね漫才やってるんですけども金身延がね、えー、ちょっとね変わった「あのえー、森ンねこれがまた。 森春、なかなかね、森春の面白さがね、出る回と出ない回がね、あって、もうほんまに芸歴30年の俺でも、あんな強烈な不思議ちゃんを操ることがまだ難しいんですけども、本当にね、当たり会があるんですけどもね、えー、その森春の才能を生かしちゃんと生かしてあげ,るあげれたらなと僕はずっと思ってるんですけども、その森春と、ミノブ春というね、 この、<laughs> あの、漫才、ね、ユニット漫才、こう、組むんですよ。これがちょっと僕、見物かな、思ってね。みのぶしゅんの漫才はちょっと見たいな。うん、これがね、出させてくださいとのことなんで、えー、やりましょうかと、と、えー。っていう感じで、うん、います。うん。でー、えー、 ね、あのこうそのね演者がねあのお客さんは別にいいんですけど演者が多かったらやっぱりこう今の時期ちょっと突っ込まれるんですよねでこの「不思議なピーチパイ」というイベントは演者がまあ多いんですよなので、えー、その今回は演者をまあ減らすという意味でも、えー、こういうネタがある用意できてるからこそ このイベントに出たいんですっていうアピールしてくれた人を、えー、出そうと思ってるんで、えー、あとね、えー、そうですね、えー、今僕が携わってる、えー、サン・ミュージック・アカデミーね泉佐野公から、えー、大浦ゆきというゆきんこいつもはねあのさ、ー、だ金美希っていうねミキティが出てくれてるんですけども今回はニューフェイスでね えー「ゆきんこゆきんこ」っていうねああの愛称でおなじみの大浦ゆきがね、えー、満を持して登場この大浦ゆきはねあの何、ーえー、て言うんですか歌手じゃないんですよなので歌は歌わないんですけどもあのー、ねある特技とかがあるらしくてそれをちょっとね、えー、披露するあのー <laughs> これ面白いんですよ。大浦ゆき、そのゆきンコね。あのー、えー、一回は、あのー、サンミュージックの方から、このね、えー、僕の不思議なピーチパイに出るのは、あかんのちゃうか <laughs> っていうね <laughs>。ちょっと <laughs>、あのー、あの、あの、ストップがかか、かかったんですよ。でも、 えー、俺も出てほしい、えー、ゆきんこも出たいというね、えー、この、えー、熱量というか熱さでね、えー、サン・ミュージック・アカデミーがね、えー、じゃあ特例で OK という OK を出したんですよ。なのでもしかしたらあ大、の、浦、ー、ゆきがこの不思議なピーチパンに、えーね、え出るのは。 本当にラスト、もうラス,ラストかもしれない。<laughs> 本当に最初で最後の、えー、ね,、えー、ねそのパフォーマンスになる可能性もあるんですけども、えー、それが、えーね、出てきますんで、えー、ちょっと楽しみかなーって、うん、思ってます。あのー、サンミュージックが、えー、ストップ これはちょっと、んっていうのでストップかかった、えー、パフォーマンスっていうのはどんなものかっていうのをね、それをあえて僕はやらしますんで、<laughs> あのそやってもらうことになってますんで、それはどういうことかっていうのをね、えー、その目で皆さん見に来ていただいたら、えー、いいんじゃないのかなと思っております。ね えー、あとはもうね最近跳ねまくってる僕が勝手に跳ねまくってるって言ってるんですけどソ王スイがね、えー、また本人 <laughs> 出てくれますねあのソ王スイはねあのねあのー、なんていうんですかあのうん出る出るよとは言うてくれるんですよいつもね出る出るみたいなあの、ね、多分本人もねそんな嫌じゃないんですよきっと。 きっと最近、あのー、だいぶ慣れてきて、緊張しいなんですけど、慣れてきて、えー、ね、僕の不思議なピーチパイには出ることは全然 OK なんですけどもね。えー、ただなんか、その、火が近づいてきたらね、あの、緊張するんでしょうね。あの、行くの、やや病が発令するんですよ。発病するんですよ。 あの、<laughs> もう、前日ぐらいに電話したらね、もう、いやいや、明日とか言うてね、いつも泣き言を言うんですよ。もうね、喋ることないし、言うてね、いや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 、言うて、出たらあんだけ大爆笑を起こすでしょ。あの辺はもうなんか、いや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 、言うて、ステージだったら、ボーンって跳ねるっていうのは、往年の小指吹雪みたいなね、あの <laughs>、すごい、あの、ねえ、えー、 なんかタレント性があるんちゃうかなと、うん、こんな、えー、真冬にね、えー、階段、これじゃない階段、ねこのこれじゃない階段というねジャンルを作り出していってるっていうのがね、えー、あそんなんそれおもろいでしょ、そのさっきの M−1 の,の話じゃないけども、も面白いっていうのはね人それぞれ違うし、怖いっていうのも人それぞれ違うんですよ。 怪談、えー、話っていうのはあの今ねみんないろんなところで流行ってる怪談話っていうのは一応もこうなんていうんですかね、えー、あの人によっては怖い、えーえー、あの人うまいけど怖くないとかね、えー、うわあの人の怪談いいん淳二さんとかねああいう人の怪談がやっぱ怖いわとかねそういう怖さを競う、ねえーあのー、なんていうんですかグランプリというか賞ーレースなわけですけども。 えー、それはやっぱ人によって違うんですよでも、えー、尿素水のこれじゃない階段はねこのすごいところは誰が聞いても怖くないというところがあのすごいんですよ <laughs> これですよ誰が聞いても怖くないんですこの強さたるやねえ是非あのー、ねえー、体感していただきたいなと ぜひ、えー、18日、これも19時半からね、これもアワーズルームっていうところでね、ひご橋アワーズルーム、えーね、日後地下鉄ひご橋駅、6番出口出てすぐですんで、ぜひ来ていただけたらなと思っております、えー。っていう感じですね、えーあの、演者。で、あとはなんかこう、ちょっと、えーね、いろいろとまだ、えー えーね、これからもだから、えー、ちょっとちょっと出るかもなっていう人が増える可能性もあるしね、えー、ちょっとわからないですけど今んところ決まってるのはこんな感じですはいえー、<coughs> さあ、えー、今んところお便りはもうこれで来てないかな滑り込みでねお便りとかある時あるんでねちゃんと一応チェックしとかないとね、えー、うん はい、えー。今のとこは、これでこんな感じかな。はい。えー、さあ、え行、ー、きましょう。えー、そうですね。最近、地元、ねえ、えー、あのー、面白いなと思って、山田ジャックはね、あの <coughs>、結構地元でうろうろしてるんですけども、うん。あのー、その中でね、 えー、あの <laughs>、えー、けけく君っつったらいいんかな K 村君っていうね、えー、まあ言うたら知り合いがいるんですけどもまあまあずっとねある、えー、店で出会ってね喋っててもまあ こう、みんなに突っ込まれるぐらいなんかこう、彼女できないんですよ。うん。すごく彼女ができない。別にあれですよ、不細工とか言うんじゃないんですけどね。なんかこう、いいやつなんですよ。男からしたらいいやつなんですけどね。なんかやっぱりこう、女性受けがあんまり、あんまりせえへんのかな。そう、なんかこう、 いい感じにお付き合い彼女欲しい言うてんねんけどもお付き合いができないタイプのねえ人止まりの人間ですわ。でこう僕はかれこれ何年にもかけてその桂村君の、あのー、なかなかねえー、濃くっても、えー、成就しなかった、えー、恋をね、えー、ちょっとこう見たり聞いたりして知ってるんですけども。 うん、えー、えー、かわいそうやなーって思ってたわけですよ。うん、でいつもこう毎回ねチャレンジはするだから偉いんですよチャレンジするんでねだけどあやっぱりまた今回も玉砕したなーみたいなねそんなんが、えー、ずっとあったんですけども、えー、この前ねあ,のあるとあるバーに僕行ったらね えー、まあっカウンターだけの、えー、もう5席ぐらいで、えー、もう前になるようなちっちゃなバーなんですけども、そこに行ったら、うん、あのー、僕が入ったら、そう、ケイムラ君が、えー、女連れで、えー、いてまして、うん、おお、と。おーおーで、そのケイムラ君はね、まあ、で言うたら31、2ぐらいですわ、うん んでもちょっとパッてねチラッと見ただけですけど一緒に来てた人がちょ,ちょっとだけ桂村んよりはちょっとだけお姉さんかなみたいな感じのね方、えー、を連れてきてはって「あああ村珍しい女ずれやんけ」って思ってねで僕はその、えー、1個席を開けて、えー、ひっそりと座っておっすぐらいの。 おおうおうぐらいの感じで僕はこうね、えー、僕お酒飲めないんでジンジャーエールを頼んでジンジャーエールの一人飲んでたんですけどもほななんかこうちょっと気まずいな的な空,空気が流れたんでしょうね。そケイムラ君が何を思ったかいきなり僕に向かってジャックさんが「おうおおどうしたん?」あん言ゃ僕の彼女です」言うてねあのそのお姉さんを紹介したんですよ俺に。 んんもう僕はそのねえー、連敗続きの河村 <laughs> 言うてもうてるやんはは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 は村はいはのは、ね、はいはははデリートみんなパーンって忘れてくださいね軽村くんがねあのー、えー、ジャックさん彼女できましたで連敗続きの軽村くんのことを知ってるから もう、俺、すごく人がいいですよ、本当に嬉しくなってね、よかったな、おめでとう言って、俺、もうそのムラ君の肩をポンポン叩いて、よかったな、お前、おめでとう言って言うてねあの、やっとできたかって言って、ほんそのね、彼女と思われる女性も、こんにちは、イエーイみたいな、ちょっとノリのいい人で。 あーおめでとうおめでとう言うてでよかったよかった言うて、えー、でまあまああんまりね二人のことを邪魔したらあかんから僕はまたちょっとまたね、えー、あんまりそっちには意識せんとこうと思って、えー、一人で、えー、そのジンジャエール飲みながら、まあ、スマホいじったり時々マスターと喋ったりとかしてたんですよほんならねまたしばらーく経ってからね 村がねジャックさんって言うから、うん、どうしたなんて言ったら、嘘ですって、はっはっ、嘘なんですえ、う嘘ってな何がって、いや、彼女じゃないんですなん <laughs> な、なんやお前、みたいな,な、なんやねん、その彼女のなんですっていうギャグはなんやねんって思って、もう、俺、めちゃめちゃ喜んだやんけ、お前、言って、お前、それはあかんわと。 俺、ほんまに嬉しくてさ、あの肩ポンポンやって、喜んだやんけ、だ僕も、ジャックさんがあまりにも喜ぶから、言い出せなくて <laughs>、言うて、<laughs> でも嘘つき、黙ままったらあかんと思って、あの嘘です、言うて、言うてきたんですよ。なんやねん、それ、腹立つわ、言うてね。お前も分かんぞ、お前このジンジャーエールおごれよ、言うて。ああ、もちろんおごります、おごります、言うてね。 で、そんなんがあったんですよ。なんやねん、その嘘を、と思って。でもね、ここで、このジャック探偵はこう、ひらめくわけですよ。これは、どうなんやろと。ほんまに嘘なんかな。ほんまに彼女ですって言ってしまって、これが、噂、俺がなんかちょっと喋ったりとかして噂になって、 えー、ほんまに彼女できたことを知られんのが嫌やから嘘ですって、えー、言うてきてんのかいろいろこう考えるわけですよ。うーん。ねうーん。でな、もう一個気になるのが、そのまあ言うたら、その連れてはった女性がまあ言うたら、どっちか言ったら31のム村君よりか、 どっちか言ったら、俺、山田ジャックにちょっと近いんちゃうかな、ぐらいの落ち着いた方やったんですね。うん。だから、もしかしたら、この、ね、えー、山田ジャック探偵は、えー、ね、これはあれかと、俗に言う、昼顔っていうやつなんかなと。あの、うん。だから、あんまりこう、知られたくない、 やつなんかなーとかいろいろこう考えてうんお、ねえー、ったわけですよであのー、どっちやろうなって思いながらそう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 だその場はさっきも言ったけど僕あのー、地元で最近よく遊んでるっていうのでねで地元の,その、えー、いつも行く あのー、美容室があるんですけどもそこでね最近その何て言うの美容室のオーナーのママ友たちがね、えー、また近所にたこ焼き屋さんがあるんですよたこちゃんたこちゃんでみんなに言われてる、えー、そのたこ焼き屋さんにねよくその。 言うたらママ友たちがたまるっていうので,で僕もそのママ友たちそのね、えー、美容室によく遊びに行ってるんで顔なじみになって何人か友達がいるんですよ。うん、でね、えーえー、こう聞い後々別の日に聞いたらその美容室のあのー、ね、えー 言うたら、えー、ママ友とあのそのさっきの慶村君がつれ連れていた女性がママ友同士であるということが分かったんですよ。おこれやっぱり昼顔ちゃうのみたいなね、えー、ちょっとこうお思ってたわけですよね。うん分かんないですよ勝手に僕の想像妄想ですよこれはね。うんで えー、ななんかこうその僕の近所近所のねその言うたらなんかこうママ友達とのこのなんやろう昼顔がね今ちょっと流行りになりつつあるのかっていうような感じを思わせてねちょっと面白いなという動きが今現在あるんですよそこに山田ジャックが参戦するかとかはないですよでもこうなんかあるんですよんで、ね、で この、ね、それがあって、僕も今日ここまでの話をね、あ、もう48分か。ここまでの話を僕今日ざっくりと、あの、今度のお疲れでで喋れるかなって思って考えてたんですよ。実はね、僕昨日もね、えー、あの行ってたんです。そこのバー、バーに行ってたんですよね。ほんならね、また、うん、その今度は、ケイムラ君抜きで、 その女性が、えー、一人で、えー、飲んではったんですよね。で俺が入っていったら「ああこの間のー」言うて「ああどうもどうもー」言うてでねえあの「桐村の彼女なんかなあほんまに」とかいろいろ思いながらもまあまあちょっとまた距離開けて、えー、座って、うん。だからねその女性がめちゃめちゃ喋ってくるんですよ。うん で、えー、そのねたこ焼き屋でああのジャックさんのこと知ってるって言うてるあのー、ねママ友とか私仲いいんですよとか言うて「あ,あそうですか」言うていろいろこうね、えー、喋っててでねなんかね「あのム村君あれはあれですよ」言うて「本当に冗談ですからね」言うてね。 ああ、<laughs> そうなんや、別に、別に言えねんけどって、ああ、そうか、あ冗談やったんか、みたいなね。ええー、うん。ああ、もういろいろこう、なんか分かれへんようになってきて、ああ、なんか、そう、分かれへんな。なんなら、こう、その女性が今度は逆にね、めっちゃ俺に食いついてくるんですよ。めっちゃもう、ジャックさん何してはるんですかどんな、ね、どんな音楽の趣味なんですかどんな、 映画とかか好きですかみたいなめちゃんでなんかまあ、たまたまその話しとって、えー、音楽の趣味がちょっと多うたんでうんで喋ってたらほんならね「なんかバンドバンドとかやってはったんですか?」ってたら僕このラジオでおなじみの「そうです」ってもうね「ざっこしというね、えー バンドをやってましたみたいなことをこうね、抜かすわけですよ。俺も調子乗ってね。ああ、元バンドマンなんですかで芸人と芸人、今は芸人ですけど、芸人と芸人の間にちょっとバンドやってた時期もありますよっていう話をして。ああ、バンドマン、ボーカルですかでそうです、ボーカルです。わあ、すごい言うてね、えらい食いついてはったんです。で、でも楽器の話したらめちゃめちゃその女性詳しいから、えー えお姉さんもバンドやってはったんですか?」って言ったら「ああもう,もうあの本当に過去過去にね」言うて「やってはったんや,やってました?言」言ってでこう「あそうですか何やってました?」みたいなこうこうこうことをちょ,ちょっとこうねえー、何々でどこどこのライブハウス あの当時やったらどこどこのライブハウス出てましたあいたらあどこどこ,とどこ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 に出てましたあいたらまあまあその,その当時僕知ってるんですけどまあまあ大阪でもその、えー、有名なライブハウスに出てはるんですね、うん、あすごいやんってこれもしかしたら恥ずかしいやつやんと俺よりかむちゃくちゃ有名なバンドちゃうかな思ってねでほなあそうですかほんならね 僕、ロリータ18号っていう、その当時、え、その、ガールズバンドのパンクバンドの中では結構、いまだに活躍されてますけども、大好きな、え、バンド、あの、ラモーンズのジョイ・ラモーンっていうのともね、共演して、え、もう僕にとったらラモーンズなんて神様ですよ。そのジョイ・ラモーンっていうのと、え、いろいろこう、ライブをやってはった、ロリータ18号っていう、僕の中でカリスマなバンドが、 いるんですけどもなんとねそのお姉さんロリータ18号と共に全米ツアーを回ったぐらいの有名なバンドやったんですよ。俺もう恥ずかしいでね <laughs> そんな人に「雑魚にし」いうバンドやってましたみたいなね。もう うわ恥ずかしいな、やってもうたな,みた,いなみたいな感じだって、う,ん、うわ、もうすごいや、すごいじゃないですか、言うてね、ほ、え、ん、ー、ならもう、もうない穴があった入りたいぐらいのね、えー、やつでしたわ。うんで、こう、ねえあのえー、またまた、えー、ねえー、 なんね、お見知りおきようみたいな感じでもう「へーへー」いう感じで俺は <laughs>「すんません」みたいな感じでねあのー、うんそういうね、えー、オチのついた話でしたけどもねえー、ねさあ、えー、もうすぐお時間ですけどもええー、来てませんかねえー、ほうほうほうないねえー、今のところないですねええー さあ、えー、53分ですね。最近、ペイペイを僕使うようになって、ペイペイっていうあれね、あれが聞きたくて、あのー、やってるんですけども、あのー、なんか僕の住んでる堺市ではね、あのー、先月の11月30日までに、えー、5000円バック、えー、還元。 最大5000円が還元される、結構、ペイペイ今どこでも使えるからね、あのー、5000円、そら還元されたら嬉しいわけですよ。で、その情報をまたさっきの僕も、あ,のあんまりうと、パソコンとかそういう、えーねえー、そういうなんて情報、僕、うとい方ですから。 あのさっきも言った、あのその僕の地元のママ友連中に聞くわけですよ、ジャックさん、今お得よみたいな、やっぱり主婦っていうのは、そんなすごくあれでしょ、あのー、気ぃつけてますやん、だから、今30、30日までに言うたら、もう5000円返ってくんねんで、言うたら、ええー、やーん、言うて、でもそれ聞いたんが、僕、3十じゃ二十9日やったんですよ、29日に聞いたら、もう明日しかないやんって,言って。 で、最大20、20%還元やから5、最大5000円返ってこよう思ったら、2万5000円使わなダメなんですよ。急にね。2万5000円、そんなんペ、PayPay イペイで何買うねんっていうな。でも5000円欲しいしな、そのもったいないな、っていう話しとったら、タバコですわ。もう、これにみんな逃げんね。あの、PayPay ペイペイはね、タバコ買えるんですよ。なのでね。 もう投げ、投げなしの金でね、その5000円欲しさに投げなしの金でね、えー、2万5000円分、タバコを買いまして、これど、逆に俺損してんちゃうかな、みたいなね。あの、<laughs> あね、まあまあ、何長い目で見たらそれは得やろうけどね。あの、5000円返ってくるわけやけど。 でも一気にね、2万5千円分のタバコを買うって、結構勇気いりますしね、あのー、これどっちが得やったんやろうな、みたいな思いながらね、えー、そういう日々を過ごしております。はい、えー、お時間です。皆さん、えー、今日もね、お聞きくださってありがとうございます。えー、また来週、えー、お耳に、えー、お耳にお会いしましょう。山田ジャックでした。お疲れ様でした。